ルパンアンモーは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メイヌイコール・エイコール・ロワール圏のかつて存在した、コミューン。現在は、ボーアンモージュの一部である。フランス西部にある、モージュ地方の農村型コミューンである。シャロン・ヌシュル・ロワールとボープレオの間を通る県道762号線の、途中にある。モージュ地方は、アルモリカ3階の南東の端にあたり、北は、 ロワール川、東は、レイヨン川と境界を接している。フランス革命後のバンデ戦争の中心であった、ルパンアンモーでは、1759年1月5日、後にカトリック王党軍の将軍となるジャック・カトリノーが生まれている。1793年3月12日、共和国政府と対決するため、カトリノーは村の健康な男性たち全員を集め式を取った。 27人の若者たちが彼に従い、手にできる道具で素早く武装し、彼らは、ジャレの村に向かって進んでいった。ピントは、ラテン語のピヌスに由来する。1614年には、ピヌスの名で知られていた。1146年には、エケラジアサンクテ、マリエデピヌ。1326年には、ピグニス。1466年には、ピンイエヌマウゲ。 1651年には、エケレジア・サンクティパ・ドビニージュ・ピン・イン・マウギア。1793年には、レピン。1801年以降、レピン・イエヌ・メイジズとなった。ソースイコール1999年まで、LDH ・イヘス・カジニー。2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。